と相談して江戸ポロ行ったら人気になるんじゃねえバズるんじゃねえ。いやいやいや、はい、いやマジでちょっとやりたいなと思って、怪物と。というのもなんかやっぱ正気はなんか見えたっていうか、ワンチャン勝てるかなっていうなんかプロレスラーの強さを証明するにはうってつけの相手なのかなって。確かに。でやられたら派手にやられると思うんですよね。まあもう本当に命かけてっていうか、もう全てをかけてあの怪物に戦いたいみたいな、もう本当やられたら終わりぐらいな気持ちで、眼科って骨折じゃ済まないと思うんですよ。安井さん、江戸ポロキングさん対胸毛肉さん興味ありますか？はい、ありますね。あの江戸ポロキングさんトライフォース来てるんですけど、練習に、はい、で練習したんですよこの前も、結構しててめっちゃ強いですよ。おお、やっぱり、はい、いや、うん、いやマジで強いっすね。具体的に何が強いですか？あのやっぱり身長が高いんで、あのパンチがなんか、ね、あ、はい、重いっていうか軽くても重いんですよ。うん、いやマジで、あと間合いが遠すぎて入れないです。なるほど。強いです。そこを入るから。両手広げたら2メートル18センチあるらしいですからね。いや、でかすぎやろ。なかなかでかいでしょ。しかも、22歳なんですよ。え、僕と同い年で。うわ、すごいな。すごいっす。すげえな。伸びしろありますよね。伸びしろしかないじゃん。だからこそ今だけだね。潰すのは家までよ、ほんと。今潰したい。確かに。潰すなら今回しかないよ、ほんと。江戸ポロにメリットがないってすっげえ冷静なコメントあるんだけど。確かに。これどう返せばいいかな。うん。いや、確かにだよ。認めちゃう。もう全プロレスラーを倒したと言っても過言でないよ、俺を倒したら。今僕はプロレス界でも最も勢いのあるレスラーだと思ってるんで。マジでメリットないって何なんですかね。うん、メリットデメリットで別に試合しなくないですか。いや、そうなんですけど、一応やっぱり視聴者さんもそれだったら見たい、なんですかね。でも分かりますよね。まあでも見たいとはなんないですよね。村上さんと江戸ポロ、まず僕はポーランドさんと江戸ポロさん見たいですね。うん、あー確かに。村上さんと江戸ポロ20キロぐらい違うっすよ、だってあ、そっか、そうですね。ポーランドポロなんて無駄毛肉さんには悪いけど。うん。そうそう。何笑ってんですか。いや、その感じやめてくださいよ、無駄毛さんの。まあ、これは誰でもいいっすよ、もう。はい。出た出た。それって誰でもいいとか言い始めるともういなくなるよ。でも、なんていうんですかね。うん。でも、まあ、強い人とやんなきゃいけないと思ってるんで、本当に。もうモテるためには強くなるっていうキャラでいけますんで、もう本当に強いやつを。キャラなんですか？キャラなんですか？ああ、それじゃないんだ。まあ、キャラというか、